バンド東京内山です。去年に比べても人入場者が全然多分今年多い感じですよね。でもやっぱり出してる車もラインナップはちょっと今年はねなかなかハードなのが多いので結構いろんな方に見ていただけたのかなと思います。今回はマンソリーのファントムと、カリナ、あとはカウンタックですね。であとはそのテックアートの体感も担当させていただきました。まあ、カウンタックをねこうカスタムして出展するってなかなかまあ、見れないことだと思いますし、まあ、僕としてもね経験できることじゃないので、まあ、今回本当にお客様の支え合っているすごい自分も貴重な経験をすることができました。ホイールはアナーキーの新作ですね。今回あの世界初公開、S2X0 ですね、はい、あの仕様に至ったのはアナーキーの新作を出すとお客様と話をしてて、で、まあ、本当直前で、まあ、CG の画像が送られてきて、で、まあ、色に関してはもうゴールドポリッシュしか組み合わせ的に、まあ、ボディカラーも、まあ、マジョーラカラーで強烈な色なので、まあ、あの色しかないねということであの色にさせてもらいました。まあ、ファントムの方はマンソリーのコンプリートスタイルということで、まあ、ホイールもマンソリーなんですけれども、まあ、カリナの方は AG ラグジュアリーというホイールを、まあ、ちょっと斬新なデザインですね、付けさせていただいて、まあ、カリナだから似合うっていう部分もあると思いますし、はい、まあ、ちょっとあれぐらいちょっと攻めてる感じが、まあ、結果的には良かったのかなと思います。テックアートも好き勝手やらせていただいて、いつも通り今回どうしても白いホイールをつけたかったので、まあ、ベースカラー、ボディカラーも白を用意して、まあ、白と白の組み合わせであの作成させていただきました。まあ、本当に皆さん、お忙しい中ご来場いただきありがとうございました。また来年もねこうやって元気よくいろんな新しい車出せるように今年も1年頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。